アイスクリームの新曲、ラブシックガールズ。アイスクリームの新曲なんて言った今なんて言ったブラックピンクです。え、今完全にアイスクリームですよ。ラブシックガールズのカバーダンスのリハ初日です。いつもおなじみ、ヨナちゃん、そしてリオナちゃん、そして今日はちょっと体調不良で急遽お休みなんですけど、癖の塊のエリナさんが本当はいらっしゃいまして、この前公開したアイスクリームの一番に出てた4人がそのまま今回も出演する形で引き続きですね。ね、イエーイ、よろしくお願いします。というわけでリハ初日終わりました。とは言ってもね、個々の振りが今回すごい多くって、ユニゾンね、みんなで揃える振りがサビぐらいしかなくて、一連が大事になってきますね。で、今回なんとジャグアタトゥーという2週間で消えるタトゥーのペイントをしてくださる方とのコラボレーションが決まりました。次のリハーサルの時にはみんなでペイントもしてもらおうと思いますので、でもちょっと楽しみつつ、次回全員揃うリハなので頑張りたいと思います。はい、ナイス、バイバーイ。皆さんおはようございます。ラブシックガールズブラックピンクの第2回目の練習なんですけど、ダンサー役の3人が初登場です。イエーイ。全員過去の作品参加したことある子たちなので、見たことあるかもしれないですが、メンバー役も今日揃ってますので、この前お休みのエリナちゃん復活してます。おかえりなさい。よろしくお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、ザグアタトゥーアーティストのアサヒちゃんとムーブです。コラボさせていただきます。イエーイ。アサヒちゃん、若干19歳にしてもう表参道でサロンでね、ザグアートをやられていて、19歳とは思えない行動力の子なんですけど、私たちもザグアートを入れてもらって、ペイントしてもらって、それも含めて衣装みたいな感じの見せ方が今回できたらなと思ってコラボさせていただくことになりました。リハーサルに一緒に来てもらったので、この時間を使って一人ずつ施術してもらっていこうと思います。よろしくお願いしま す。エミリーさん、今回このデザインは何のデザインですか？好きなアーティストの人です。いいね。短期間で消えるんだったらそれしてライブとか行きたいよね。お、でしかもハート、おー、かわいい。私、ベロの裏にこの前できちゃってやばくないか。あ、ベロの裏、ベロの裏にちょっと来ちゃう。それはもう光栄じゃない。エミリーちゃん、終わりました。おー、そうだよね、乾かしタイムだそうです。1分くらい吹きます。はい、2人目、よっちゃん、お腹に描いてもらってます。てれれれー、にゃん、かわいい。どうですか？くすぐったい。くすぐったい、そうか。
成しました。うーん、かわいい、楽しみ。ヨナ姫、あららららららら、どうですか。あららら、セクシーローズじゃないの、かわいい。絵面がね、足に、ヨナちゃん、足に足なんです、足にロブシックガールつなんでラブを描いてもらいました。あ、なるほどね、ほんとだ、ローズの茎がラブなんだ。そうです。おー、捕まってんのがウケる。完成しました。あ、かわいい、めちゃめちゃかわいいです。かわいい。10分ほど放置して今乾燥して仕上がった状態なんですけど、この後4時間から6時間ほど放置していってもらって、その後水と石鹸でしっかり洗い直してください。この後半日後にどんどん発色してくるっていう形になるので、楽しんで待ってください。発色してくるの感動する、感動した。最初、あ、取れちゃったのかなこれはって感じで、なくなる。そうね、そうなの。だから今日来ていただいたの、ありがとうございます。ホテイサンドにジャガーアートサンドというものがあるので、よかったら皆さんにもしていたところものが同じようにできるので、よかったら来てみてください。おお願いします。なんか予約とかは多分朝日ちゃんの SNS で連絡する感じですよね。はい、インスタグラムの方の DM からお願いします、うん、お願いします。朝日ちゃんのインスタにいろんな作品載ってるんで、多分これやってとか、はい、あとオリジナルの持ち込みとかも OK だと思います。皆さんぜひ行ってみてください。皆さん練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。寝てます。寝る。立ったよ。おもろい、めっちゃ可愛い。完成、すごーい、贅沢な。しかも寝てたっていう。気持ちよかったんですよ。はい、撮影日当日になりました。いや、なんと始発で集まりまして、今3人後ろにこちら日の出が見えております。いい感じ。あー、ただー。現場のエリナです。寒すぎてみんな鼻水ちょちょ切れてます。私だけか言うて。ララ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 ラ、誰も言ってくれない。アサヒちゃんだけ言ってくれた。ラブシックガールズということで、ラブシックな出来事ありましたか？その前、ラブシックってどういう意味でしたっけ？ラブシックってどういう意味でしたっけ？恋わざらい的な？恋わざらい、わざわらい、わざらい。ラブとシックだよ。シック、病とか病気とか。恋の病。恋の病。あー、私の恋の病はとりあえず、低い声。低い声。と、うん、私のことをすごいよしよししてくれる、いたわってくれる、いたわってくれる、すごいもう、はぁーってしてくれる人にはもう、私は、はぁーってなっちゃいますね。そういうことですよね。
シックな話、じゃあホームシックな話にしようかな。そうやかな。私全然ホームシックってならないんですよね。同じ国でもなったっちゃけど、なんかアメリカ行った時も全然ホームシックにはならないんですよ。和食シックにはなるんですけど。和食シック、和食シック、和食が食べたくなる、和食は食べたくなるんですけど、どう家族に。私が一番はホームシックなんだなって思った瞬間が、家に帰ってただいまって言っても誰も返事してくれん時。あー寂しい。行ける人もあーってなった。大好きなんですよね。一人で全部やりたいタイプなんで、全部調べて行きたいタイプなんですよ。それっぽいわ。バイバーイ。はい、私のホームシックな、私の大好きな、わかりますよね、それを。わかりますよね、はい、それを。今年はすごいラブシックだったんですけど、久しぶりに飲むことができました。ハッピー。持ち残っていいんですか。いいんですか。そんなのどこが恋なんですか。みんなでご飯に来ました。こんなに女子力高そうな曲撮ったのに餃子。がっつり肉と米肉です。がっつりです。レバニラ、レバニラ、油淋鶏、ラーメン、餃子、チャーハン、天津飯、イエーイ。しっかり腹ごしらえして多分眠くなるね。やばい、もう今もやばい、今もやばい。韓国人のイケメンだよ。パーソナルトレーナーの方とワークアウト動画を配信しています。一緒に体を鍛えましょう。そしてこちらがフィットリーの公式 LINE です。ワークアウトについてはもちろん、オンラインレッスン情報などもお知らせしてますので、ぜひ友達登録よろしくお願いします。